石川海人のエクステンドラジオ、今夜は内田雄馬さんをゲストに迎えてお届けしています。ここからはリスナーの皆様からいただいたメールを紹介しますよ。はい、ね、まあ先ほどまでねワーキャーワーキャーやっておりましたけれども、うん、ここからはラジオをちゃんとやっていくというところで ねやっていきましょう。はい、カットモデルねー、そんなテンションなの？そうです。そうなの？この番組そういうテンション？あの、文字のニュアンスをちゃんと組んでるのよ。あ、なるほど。さすが。もうそういうラジオだ。さすがプロの声優。あ、こいつマジで。ピッポロおじさんから、ピッポロおじさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、カイトくん、ユーマくん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。カイトくんと仲良しのユーマくんがゲストということで、はい、とても楽しみにしていました。はい、嬉しい。カイトくんは毎回のようにラジオでユーマくんの話をしていますが、週にどのくらいの割合で一緒に過ごしているんですか？お、一緒に過ごしているんですか？って言い方がおかしいけど。彼女か？石川、やめろ。石川海人にとって、内田雄馬にとって、お互いはどんな存在ですか？これからもお二人のことを応援しています。はーい。というわけでね。うん。どうね。まあ、週に、まあ、週に、今でも、今はね、そんなにだけど。うん。そういうこと、この前まではね、マクロスデルタで、うん、ね、主役で僕ラスボスやってましたからね。そう、ありましたね。ルダンジャール・ロンマヤンっていっぱい言ってましたけど。悪気悪い！くさってやってましたから。言ってましたけども。だからね、その時は毎週のように飯は食べに行ったりとか、うん、ご飯を食べに行ったりしてましたけど、でもどうだろうね。なんか、最初に会った時はさ、だって3年前でしょ、うん、?2013 年の夏ぐらいだったから。そうだね。詳しい。あの時は結構会ってたよね。そうだね。あの時から、3ヶ月ぐらい経った後からすっげー仲良くなって、うん、なぜだか週3、4で会って、うん、なんなら週3日うちに泊まってたっていう時もあったからね。なんか、懐かしいわ。行ってらっしゃいみたいなのしてたもんね。うん、お互い実家で。そうそうそう、実家だった。うちに僕の部屋がたまたまちょっと広めに取られてたんで、うん、それでね、ずっとピアノ弾いてますとかね。いまだに言われますよ。ね、あ、本当に？いまだに言われます。どこかで一回でしか話したことないんですけど。あ、そうなんだ。そう。で、ゆうまくんも多分一回だけ、アニゲラかなんかで喋ったぐらいなんですけど、うん、あ、そうだね。ぐらいなんですけど、そのエピソードいまだにお手紙でいただきました、ね。あ、そうなんだ。ありがたいね。俺はそれで初めて気づいたよ。あ、こんなに仲良くしちゃいけないんだ、人とって。なんでよ。距離感の取り方の間違えを、ね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。俺初めてよ、あんなに人の家に入り浸ったの。うん、だからやっぱりおかしいんじゃねえか。しかもお父さん、お母さんもいらっしゃってさ、うん、あ、なんか皆さんいらっしゃる、ご家族いらっしゃるのに、ね、おばあちゃんが一生卵焼きを進めてくるっていうね、ゆうまくんに。一緒にご飯食べてくる。ゆうまくん卵焼きはいらないか、あ、大丈夫ですよ。だってもうせっかくだから、あ、じゃあいただきます。おかわりもあるからねって、うるさいな。やめろよ。ありがとうございます。ありがとうございます、そんなこともございましたね。今はまあだからそんなに月に1、2回、うん、回ぐらい、うん、そうだね。だからそれこそこの間ほら、あの、バウさんの取材もさせてもらったじゃない？あ、そうだね。そう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 。ああいうのとかね。うん。あの後、まあ、一緒に移動したりとか。そうだね。移動も多いね。別になんか別々に帰ればいいものを。そうなんだよ。本当そうなんだよ。うん。一緒にいる時間は多いですけどね。ね、そう思えば。そんな感じでございます。じゃあ次のメール。タソネーム。おタソネーム。ふーかさんからいただきました。ふう。ありがとうございます。カイト君、そしてゲストのユーマさん、はじめまして、はじめまして。はじめまして。今回、ユーマタソがゲストということで、はい、初めてメールを送らせていただきます。ユーマタソって呼ばれてんの？そう、ユーマタソって呼ばれてるのよ。大好きなカイト君とユーマタソが二人でラジオなんて本当に嬉しい限りです。はい、です。そこで仲のいいお二人に質問があります。はい、何でしょう。お二人はお泊まりするほど仲がいいと伺ったのですが、うんうん、仲良くなったきっかけは何だったのでしょうか？とても気になります。もしよろしければ教えてください。これからもカイト君とユーマさんを応援しています。ありがとうございます。ユーマタソ。ユーマタソー。はーい。そうなんですよ。なんだろうね。あれじゃない？うん、杉田さんじゃない？うん、ああ、そうだね。うん、もうそれはもう。声優のアトミックモンキーっていう事務所に所属されている杉田智和さんっていう、うん、はい、あの、銀魂っていうアニメで銀さんをやっていたりとかする方なんですけど、うん、もうね。もうね、杉田さんがいなければ、我々はここにはいないよ。いないですね。僕は、あの、水星のガルガンティアっていう作品で、僕主役で、杉田さんが主役が乗るロボットの声やられてて、そこでよくしてもらってたんですけど、ユーマくんはなんで杉田さんの声を一回ね、あの、僕が、何かの作品で、あの、ご一緒させて、僕早くで行かせてもらって、杉田さんがメインでやられていたので、そこでご一緒して、で、ご飯をみんなで食べに行こう、その現場で。で、ご飯食べに行った時に、こう、ちょっとあの、話したかったんだよってことを言ってくれて、で、あの、お話ししてたら合わせたい子がいるんだみたいな。合わせたい子がいるんだ。そう、合わせゆうまくんに合わせたい子がいるんだ。そこよく食べる、いい声をされてる方なんです。そう、渋い声をされてるんですけどもさ、でそれでなんかじゃあ今度じゃあ一緒にご飯食べたいですって言って、うん、で言ってたのが最初で、それでまあ、なんだっけ、ね、なんか遊ぶってなった時になんか僕はいきなり杉田さんに誘われて、ゆうまくんもいきなり杉田さんに誘われて、うん、杉田さんの家に行ったんですよね。そうだそうだそうだ。で大阪亮太さんと一緒に行って、あ、そうだそうだ。でその時に、うん、
はじめまして、みたいな。誰だろうっていう。そう。ふわって、俺はなんか知ってたけど、みたいな感じだったわ。うん、そう、それで、うん、まあ、ゆうまくん今この感じでも皆さんお分かりかと思うんですけども、すごく人が良かったので、うん、人見知りな僕でもすごく打ち解けられて、そこからじり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 、こう、いい距離感を保ちつつ、じりじり。3ヶ月経った時にはもう仲良くなってたっていう、ね。その頃にはね、お家お邪魔してたからね。そう。その頃はもう、僕もそんなにまだレギュラーなかったですし、ゆうまくんもそんなに仕事をしてなかったから、すごい遊んでましたね。そう、本当にさ、本当に最初の頃からだからさ、うん、一緒にいるの、カイトくんが一番長いはずなのよ。いや、俺もそうですよ。本当に。あの当時のね。今、斎藤聡馬なのか、村瀬歩なのか、内田ゆうまなのか、発揮しろみたいなこと言われますけど、業界内でも。そうね。一番長いのは内田ゆうまだから。そうですよ。実は。実はね。もう、誰も知らない時期から、もう、ずっと見てくれてたのね。そう。なんなら別にその3人で別に三択しなくていいだろっていう話ですから。全部受け入れていきますよ、僕。器のデカさが知れちゃうんだよな。はい、ということで。